では早速この後の担当のキャスターさんお呼びしていきます。この後は小川千奈キャスターです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャイン小川千奈が担当していきます。気になるこの先のお天気気温について見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日すごくすっきりと爽やかな髪型だなと思うんですけれど、 ありがとうございます。ご自身でされたんですか？あ、なんかちょっとやってくれる人がいてやってもらったんですけど、またそれは後ほどしっかり私の方から見えるんですけれど、はい、あの前からはちょっとねどうなっているのかと詳しいところ、はい、ね、見えづらいかと思いますので、はい、ぜひ後ほどじっくり確認していただけたらと思います。はい、こう見とれてしまうぐらいすごい。いや、あの私もともとヘアアレンジ苦手で、その社会人になってからお団子もできるようになったので、そうなんです。だから私結構下ろしてる率高いと思うんですけど。そうですよね、そういうイメージです。そうなんです。それは自分でできないからなんですけど、ヘアアレンジとかどうですか？ヘアアレンジは私もあんまり今までしてこなかったので、それこそ三つ編みとか編み込み、はい、とかも、はい、今ちょっとまだできないです。あ、私もできないですよ。ですよね、編み込みどうやってやるんだろうって思ってるんですけど。そうなんですよ。今までやってこればよかったなと思ったんですけれども、最近はこう暑いのでまとめた方が、ね、いいなっていう日もありますもんね。そうですね、なんか本当に最近外で下ろすことがもうできないぐらい暑いので、それこそ首元とかすごいこもりますよね、熱が。そうなんですよ。だいぶ、ね、髪型で変わってくるとは思いますけれども、今日はかなり暑くなりますので、ね、まとめて一つにくくったりというのもいいかと思います。はい、そして気温についても注意が必要ですけれども、はい、雨のエリアとしてはモーニングの時間帯、新潟から関東北部にかけて雨報告をいただいておりました。はい、新潟方面、時間によっては豪雨レベルの報告もいただいていたんですけれども、こうすぐに収まったりと、かなりこう降り方強弱を繰り返しているような感じでした。はい、この少し前の時間帯でもすっきりしない空となっておりまして、次第に雨の範囲変わっていきそうです。はい、この後の天気についてはいかがでしょうか？はい、この後このような北陸であったり東北を中心に激しい雨の降る可能性があります。はい、一方晴れるところでは今日とにかく猛暑アイコンが多かったかと思うんですが、かなり気温が上がって厳しい暑さになっていきますので、お天気気温どちらも詳しくお伝えしていきます。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。ではここまで約3時間ウェザーニュースライブモーニングをお届けしていきました。あ、今日ヘアスタイルにも注目していただいてありがとうございます。ね、なかなかゆっくり時間も、ね、朝バタバタしていると皆さんもかけられないかと思いますので、湿気もすごいので今日はしっかりまとめてもいいかと思います。ではこの後もしっかりとお天気確認してください。では今日も素敵な一日をお過ごしください。さよなら。コーヒータイムを担当されるキャスターさんお呼びしていきましょう。小林理恵奈キャスターです。よろしくお願いいたします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当いたします、小林理恵奈です。午前から午後にかけてのお天気変化、また今日この先のお天気どうなるのか一緒に見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。あの最近やっぱり前髪に悩むことがすごく多いんですけど、ちょっと新しい感じになってますよね。そうなんです。この前はそのヘアスプレーを5分間のインターバル中に多分こうなって、はいはいはい、こうしたくて思いっきりかけたらパキパキになったんですけど、はい、この隙間がはい、こうどうしたらいいんですか？あ、すごい隙間空いてるいやでもなんか落ちてくるのはすごいわかります。わかりますか？前髪はでも意外と長いんですよね。それを頑張ってこうぐるって巻いてるって研修中に。そうそうなんです。いやでも結構髪質とか長さとか、なんかそう、もうお持ちになってるものを、によりけりなので、一概には言えないんですけど、さすがなんかもう専門家みたいになってますね前髪のカウンセラーみたいになってますけど、でも確かに今日あのせんちゃんのサンシャイン始めたてから、
9時台ぐらいにかけても、うん、なんかちょっとこの辺隙間がね、結構隙間が空いてきちゃってるんですけど、スプレーどれくらいの距離からかけるといいんですか？結構離します？あ、近い近い、私は近いかもしれないです。いや、ここをね止めるんですよね。あ、そう、 ありがとうございます。いや、でもどんな髪前髪もせんちゃん似合うので。いや、もう私あの最強の前髪動画見たんですけど、うん、あれそもそもまず立つのが大変そうだろうなと思って。あ、空速の風、ね、うんうん、体感として実際経験するとどんな強さでした？あ、目も開けられないし、まず顔を整体に向けられないというか正面に向けられない、うん、へーですね。でもこのストレート前髪もすごい好評なの、私はコメントで見かけました。この状態でもすごいいいよっていうコメントが、普段でもプライベートだとあんまり巻かなくていいし、うん、固めない日もあるんですけど、どうしてもやっぱ気になるし邪魔なので、うん、ね、仕事中はそういうストレスも軽減させたいっていうのもあるので、うん、あ、そういうね、うん、思いも含まれていて。これマイヘアアイロンですか？あ、ですです。ですよね。私この動画を見て最初に思ったのが、あれ、これ会社にないアイロンだなと思ってそう、この動画のために持ってきたんですね、うん、持ってきました。会社のそうやつはやっぱ使い慣れてないのか、うん、うまくいかないこと多くて、うんうん、なのでこの時は風に負けないぞっていう、うん、あのスタッフさんのプレッシャーも目の前に感じつつだったので、うん、そうですよね。なんかそれこそ美容院とかだと160から180ぐらいだったりするのに対して、うん、あ、80でも大丈夫なんだって動画を見て思いました。80度そう、私は逆に高温すぎると変な型がついちゃったりとか、うんうん、先輩方前髪燃やした方もね、えそう、え、あ、風の噂で前髪燃やした人がいる。はい、あの聞いていたので、結構あの何でしょう、前髪じゃどうぞって言われる時よりも、うん、結構自分で設定温度下げたりとか普段もしてます。そうなんですね、うん、なんなら切って余熱で巻くこととかもあります。なんか本当にキャスターさんってみんなヘアアレンジお上手ですけど。いや、本当そうですよ ね今日はめちゃくちゃ素敵で。いや私はなんかこれ今日はね、うん、やってもらったんですけど、うん、あの特にリーちゃんとあとアイリンさんがすごい器用だなと思って、うん、あとナナさんもですけど。あ、そうですね、ご自身でシニオンができるっていうのがね、うん、確かに。いや朝だから私サンシャインとかできて、リーちゃんがモーニングですごいもう髪整ってたりすると、うん、よく余裕あるなと思って。いや、そんなことはないんですよ、ね、尊敬しているんですよ。なんか飽き性なのでいろいろ試したくなっちゃうんですよね、うん、確かになんかね、髪型にもなんかね気分がありますからね。すごいなんか大きい私がずっといる。いや、この動画もね、YouTube にそうにありますので、はい、プレイリストから。ちょっとなんか勉強不足でした。勉強不足、あ、わかりました。それでわかりました。先輩が、はい、いや、もう研修の時お世話になった師匠じゃないですか、うん、それ、うん、いや、そのエピソード知らなかった。確かに思わぬ告知ですみません。この流れで告知してしまいましたね、私たち。じゃあ明日ね、また、はい、あの方がアフタヌーン登板されるということで楽しみにしていてください。ではお天気の引き継ぎも行っていきます。はい、あ、今日はソフトクリームの日なので、うん、ソフトクイズしたんですよ。あ、見てました。見てました、うん、見てました。あ、でも、あ、ごめんなさい。じゃあ見たいと、見ていきましょうか。見たいと思ってました、ずっと、はい、あ、見てました。本当かソフトクイズ、イエーイ、イエーイ。あ、これは見てないよ、答えは。何でしょうか。何ですかね、新潟ですよね。何でしょう、何でしょう。色はメロン。私枝豆だと思ったら違いました。何ですか、 なんか何でしょうか。メロン。メロン、ファイナルアンサーですか。はい、うん、キャベツ。正解は何だろう。
そう、梅なんですよ。梅なんですね。梅だと結構赤っぽい色のイメージあったんですけど、うん、確かにそれは私の先入観でした。はい、すごくでも爽やかな、いいですね、このね、夏に食べたくなるような、うん、この時期にぴったり。あ、よかった、ちょうど見てない問題が出ました。よかった、よかった。一番最初に出てきたのでね、はい、ちょっと見落としてたのかもしれませんが、そうかもしれない。ゆいちゃんにもチャレンジしていただきました。この後まだまだこのミッション募集していますので、ぜひご参加ください。こんなね、冷たいものが食べたくなるような暑さ、この後も続きそうですね。そうですね、はい、あ、今もランキング出てますけれども、日本海側の地域も多いですね。今日は35度を超えて体温並みの暑さになるところもありそうです。ちょうどコーヒータイムの時間、気温が上がりやすいタイミングになりますので、はい、気温上昇も見ていきながら、今日後半ほど、北日本雨も心配が出てきますので、しっかりと天気変化もお伝えしていきます。はい、この後もコーヒータイムよろしくお願いします、はい、お願いします。ここまでウェザーニュースライブ、サンシャイン小川千奈が担当していきました。この後も雨の降りやすいところ、特に関東、東北と北陸をお気をつけください。また今じりじりと気温も上がってきております。この後も、はい、前髪も決めていきますが、コーヒータイムでもリーちゃんがお伝えしていくと思いますので、お気をつけください。では皆さん、今日もお疲れ様でした。この後も素敵な一日を過ごしください。ごきげんよう。早速続いてのキャスターさんお呼びしていきましょう。今日のアフタヌーン担当は川端明キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この後時刻14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します川端明キです。この後も最新の気象情報ですね、しっかりとお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。バレた椅子を下げたのがバレました。あ、下げたんですね。はい、今日はコーヒータイム始まる前からもずっと暑い、はいはい、暑いですね、暑すぎる暑すぎる、はい、という、はい、もう感想ばかり述べた時間だったんですけれども、はい、暑さ対策何かしてることとかありますか？暑さ対策ほとんどしてないですけれども、うん、今こう話をして思ったのが、日傘をそろそろ出した方がいいなというふうに思いまして、はい、なんか最近私今年まだ使ってなかったんですよ。そうなんです、ね、ですけど、ね、日差しやっぱりあるのとないのとで全然違いますの で、 そうです、ね、なんか今の話を受けて、あ、そろそろ日傘をね、皆さんと一緒の気持ちで ね、 ね、刺そうかなというふうに思いました。いや、あれ本当に日陰を持ち運べるじゃないですか、ね、本当に便利ですよね、うん、なんか最初は私も少し恥ずかしさがあったんですけれども、はい、でも最近もう6月ぐらいからこう近く、会社の近くをこう歩いていらっしゃる男子高校生の皆さんも結構ね、日傘差してるんですよね、はい、今、はい、そうなんですね、高校生なので、もう、あ、日傘おしゃれなアイテムなんですか、そうなんですか、知らなかったです。うん、最近日傘に取り付けられる扇風機とかも、あ、扇風機もあるんですか。そう、売ってるんですよ、知らない、もうどんどんと、あ、持ってますかあれいいですか、涼しい、あ、重いか、確かに、いやでも本当に、うん、ちょっと蒸し暑いとはいえ、はいはいはい、こう日を遮るだけで結構体感も違いますよね。違いますよね、うん、ですので私もですね、はい、日傘もうまく使いながらこの暑さね、頑張って乗り越えていきたいというふうに思います。はい、今日ソフトクリームの日だったので、はい、冷たいね、飲み物だったり食べ物だったりもぴったりだと思うんですけれども、ね、はい、この後もなんかこの雲見てたらまた暑くなってきました。そうですね、もくもくしてますからね。ねえ、もくもくしちゃっています、はい、はい、この後も引き続き暑さ対策しっかりと送っていただきたいと思います。はい、そして、はい、また気温が上がっています。 36.3 度が、この日点ということで、はい、今シーズンの猛暑日地点数としてもまた最多となっている状況なんですけれども、なるほど、うん、この後の、ね、アフタヌーンの時間帯もやはりこの暑さ、ね、うん、注目ポイントとなりそうですし、はい、また北日本方面ですね、この後雨足の強まっているところもありますので、こういったところの気象情報ですね、しっかりとお伝えしていきたいと思います。はい、ではこの後のアフタヌーンもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
ここまではウェザーニュースライブコーヒータイム3時間お送りしていきました。現在もすでに、ね、暑いところ多いと思いますけれども、熱中症対策お昼間だけでなくって夜間も、ね、しっかりと注意してお過ごしいただきたいなと思います。そして今日この後夕方以降雨の強まる東北地方などでは、雨雲の動向も最新情報を確認いただきたいと思います。ここまでご参加いただきありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。ここまでウェザーニュースライブ川端、ウェザーニュースライブアフタヌーン川端明香が担当してきました。この後17時からは皆さんお待ちかねの山岸キャスターが参りますので、ぜひ、この後も、明日にかけてのお天気などですね、しっかりと確認いただきたいと思います。はい、ここまで3時間ですね、今日はありがとうございました。この後も素敵な夜をお過ごしください。それでは失礼いたします。20時からウェザーニュースライブムーンが始まります。本日の担当は小牧優衣キャスターです。お願いします。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します小牧優衣です。今夜から明日の天気をお伝えします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イラストを持って走るっていうあのコーナーを初めて担当させていただきましたが、はい、難しいコーナーですね。あれは難しいですよ。結構読み取るの難しいですよね。意外と見えないもんだね。画面越しだと見えないです。何にも見えなくて、私あっと思ったのが、今日準備中のパソコン見て、チーズタッカルビの検索履歴がいっぱいそうなの。今日はなんかチーズタッカルビの日なのかなとか検索したら、そうではなくてゲームだったんですね。そうなんです。あれを書くって言われたけど、チーズタッカルビってどんな見た目なんだ、いや、どう書けばいいんだろうと思って。絵にするの大変ですよね。そう、でもちゃんとゆいこちゃんと意思疎通ができていたのが、ね、やっぱりアイリンさんの画力素晴らしいなって思いました。いや、もうこの au pay さんはいろんな絵を描く機会を与えてくれるね。本当ですよ。もう動物から建物からいろんなジャンルで、私とせんちゃんは前回建物っていうテーマだったんですけれども、ね、いや、建物は難しいなって思いました。そうなんですね。しかもあの日は結構時間がなくって、うん、私とせんちゃん番組中に絵を描いたんですよ。そうなんです。事前に描く時間がなかなか取れなくって。結構ね、タイトスケジュールなんですよね。そうなんですよ ね、もうバッタバタしてるので、そう打ち合わせもあったりで、はい、そんな中ね、やっぱりでも私、コロッセオっていうテーマ与えられたんですけれど、難しすぎるって書いたら、なんか食べかけのチョコレートみたいになっちゃいました。いや、書けって言われて急に書けないよね。難しいですね。結構皆さんは分かるものですかね、画面上で。カバタオだよって。いや、どうやっても難しいな。建物は難しいと思うけど、ね、でもこうやっていろんな機会をいただくことによって、はい、ね、コロッセを描く機会がこれからまたあったら、ね、そう、画力がアップしてるかもしれないよね。あの時の反省を生かして。いや、本当に au pay のスタッフさんたちって番組をいつだって見てるんだなって感じますよね。本当何でも知ってるよね。何でも知ってますよね。小牧さん、この間あれでしたねみたいな。そう、これやってたよねとか、どうやって、どういう検索、ね、だって私たちだってね、全員分ですもんね。そう、検索しても出てこない、ちょっとした、うん、あの、うん、シーンのこともなんで知ってるんだろうね。なんで知ってるんでしょう。ずっと見てるんですかね。だからいろんな、でも企画を毎回考えてくださるから、うん、そのために見てくださってるのかもしれないね、いろいろですよね。でもスタッフさんたちも大変でしょうに、本当にいつもありがとうございます、うん、ありがとうございます。いや、本当にその、うん、ウェザーニュースキャスター愛にあふれる優しいスタッフさんたちにね、支えていただいているので、うん、私自身も楽しいので、うん、ね、こっちの番組とはまたちょっと違う一面が見れますよね。ゲームもね、楽しかったり、うん、あとは衣装やヘアメイクさんもね、うん、ちょっと違う感じでアレンジしてくださるので、はい、ね、あの、いろんな面楽しんでいただきたいと思います、うん、毎回ぜひチェックしていただければと思います、はい
さてここまでですねウェザーニュースライブイブニングお届けしていきました、はい。まあ、東北地方で雨が降っていてこの時間もねやはり強まっているところもあるので、うん、まあ、今夜のお帰りの時間帯の雨っていうところもポイントになりそうですね。そうですね、うん、現在雨の強まっている東北地方の状況も追っていきたいと思いますし、明日もですね局地的にざっと降る雨が予想されております。あとは気温も特に関東今日より上がりそうですので、はい、明日の暑さについてもお伝えしていきます。はい、この後ゆいちゃんムーンぜひご参加ください。よろしくお願いします。さて今日はもうウェブ CM だったり盛りだくさんのイブニングとなり、あ、もうこんな時間なんだという感覚です。今日もお楽しみいただけたでしょうか。20時からのムーンもぜひお楽しみください。ここまでウェザーニュースライブイブニング山岸愛理が担当しました。それでは